私が代表を務めてます N フラワーデザインインターナショナルでは、この度この山手西洋館の花と器のハーモニー、こちらのエリスマンテさんを装飾しています、我々のこう N フラワーの、まあ、枝物とか葉物のね、使い方、そういうのをこう駆使してですね、エリスマンテと N フラワーがコラボレーションした作品が出来上がってます。この作品はエリスマンテに行かないと体感できません。これから動画で皆さんに少しずつお見せいたしますけれども、まあ、動画特にこうスチールなんかでは全然ねこう表現しきれない作品になってます。なのでぜひね一度足を運んでエリスマンテのこの雰囲気、エリスマンテと N フラワーがコラボレーションした雰囲気を皆さんの目でご覧になっていただけたらと思います。ではね、少しずつですけれども動画で皆さんに、まあ、お伝えできるかできないか分かりませんがお見せしたいと思います。制作風景と出来上がりですね。では行ってみましょう。どうぞ。鳥の巣ができた。まあ、それとね、並行開催でこのエリスマンテでは N フラワーデザインインターナショナルのここにいっぱいこう書いてありますけど、この中にも結構講座があります。ただ残念なことにもうすでに全部満席になってしまいました。まあ、満席になったんですけれども、まあ、入る限りはテーブルの許す限りはどんどん皆さんにねぜひ N フラワーを体験していただきたいので入れてます。入っていただいてます。なので一度エリスマンテさんの方にお問い合わせしてみてください。今日アップすると今週の金曜日と今週の土曜日、要するに10日11日にも苔玉を使ったフラワーアレンジとか
ブーケホルダーを使ったフラワーアレンジメントが開催されます。なのでうちのね、Nフラワーのよりすぐりの講師が皆さんにその講習を、特別講習をいたしますので、ぜひね、エリスマンテイさん電話番号が、エリスマンテイさんはですね、045-211-1101 です。ここに書いてあります。ここに連絡してみてください。では、また次回お会いしましょう。 See you next time!